皆さんこんにちは、札幌園芸日記エリコです。先日の動画でもお伝えしましたけれども、ちょっと事務所のね、あの2階のウッドデッキに飾ってありました多肉の寄せ植え、ちょっとねやっぱり草の姿が乱れてまいりましたので、ちょっと解体して、いろいろ多肉のお手入れをしていきたいなと思っています。あとね、家の方の窓辺でずっと置いてあります、この多肉ちゃんたち。このプレステラの下から根が出てるものとか、こうね、結構ありまして、ちょっとそれもね、鉢増しっていうんじゃなく、ちょっと根とか整理して、土をね、入れ替えたりとかしていきたいななんて思っております。はい、ですね。ちょっとカラスがね、ここら辺うろうろしていて、うるさいかもしれないんですけど、あらかじめごめんなさい。言っておきます。はい、で、寄せ植えなんですけど、これね、缶はポートベローマーケットさんのリメ缶です。で、こちらの方に3種類あるんですけど、3ヶ月前にね、植えていきました。はい、もう一つは、あら、これね。はい。こんな感じで。で、この中、寄せ植えほとんどね、保険株というか、何個か持ってるんですが、このね、ヘラクレスだけね、ないんですよ。ここの1個しか持ってないんで、このヘラクレスは、ちょっとね、プレステラの方に植え替えて、様子を見たいなと思っています。なんで、まずは、このね、こちらの缶の方から、もうバラしていきたいと思います。はい。で、あれを忘れた。ミニショベルとピンセット。これでちょっと解体していきたいと思います。で、どうだろうな。よいしょ。こっちのね、このちっちゃいのはプロリフェラです。ちょっと根が、これで、ね、切って刺したんだったかな。うん、ちょっとね、ちゃんと奥深くまで刺さってなかったみたいで。あと、ビアホップすごい、あれですね。長くなった。育ちましたわ。で、そう。缶自体はね、そんなに深い缶じゃないんですが、うん、でも、どうなんだろう。ビアホップとか、それなりに、そんなに徒長してる感じではないですね。ただ、ブロンズ姫は、まあ、徒長してるのかな、と思います。よいしょ。で、わーい、ガサーッと、ちょっと取ります。で、この、端々のはね、出汁フィルムね。これは。で、星の王子。お花が咲いてます。これは、星の王子は、まあ、ちょっとね、詰まってはいないんで、若干徒長気味です。で、これなんだっけな。これは、なんだっけ。ちょっと、後で過去の動画を見て確認しておきます。よいしょ。でね、これはね、あれですね、スノージェードだ。スノージェードも、ちょっとね、徒長気味か。うん。な感じですね。なんで、いろいろ仕立て直しかな。これは、あれだ、パステル。パステルちゃん。うん、真緑ですね、今。で、ヘラクレスは、ちょっと下葉が結構、枯れ葉がいっぱいついてるんで、ちょっとこれを取っていつつ、うん、はい、水、うん、どうなのかな、足りてそうな足りてなさそうな。よし、じゃあまずとりあえずね、プレステラの90に、ちょっと、植えていきたいと思います。
真ん中にね、植えるのがね、上手じゃない。あ、そうだ。オルトランを入れるのを忘れました。ちょっと、臭い。いいかな。ちょっと一遍、後でたっぷりとお水をあげます。よいしょ。はい。ヘラクレス。はい。あとは、ちょっとこのセダム系列のやつ、セダムばかりを多く入れたやつ。この中は恋心と、虹の、あ、オーロラだね。それこそこれがオーロラで、虹の玉も入ってんだかな。あと、群月花が入ってます。で、これはおぼろ月。よいしょ。結構なんかすっごい根がビッチビチになってそう。あ、すごい、いろんなものが、いろんな葉っぱが取れて落ちてきてるんだけど、大丈夫かしら。よいしょ。よいしょ。おー。わー。よし。何の葉っぱが取れたんだ、これ。ああ、そっか。これ恋心ですね。この横からいろいろ出てるんだわ。うん。恋心ね、窓辺で育ててるのはこんな感じで。窓辺でね、育ててるのは、うちの私の部屋のね、外、ちょっと今もう、最低気温とかもちょっと夜の方は下がってきたんで、紅葉してます。こっちは、やっぱちょっと日当たりがね、いまいちかもしれん。綺麗に紅葉したりする分には。ここら辺あれだね、多分、マッコスとかだったわ、気がする。はい。で、おぼろ月もね、どこに行った？いた。これはちょっと、まあ、そんなにひどい状態ではないと思うんですが、鉢にいる方はこんな感じで、まあ、ちょっとやっぱり、幹立ちするっぽい感じですけど、うん。逆にこれ、葉挿しにしようかしら。それともこのまま植えて、ちょっと悩む。で、オーロラ。オーロラはなんか、まあまあ、いいかも。いいかもってなんやねんって感じだけど。で、今ね、鉢の方にいる私の南戸窓のオーロラはこんな感じです。で、虹の玉。虹の玉もこんな感じ。両方ともね、割と紅葉をしております。はい。で、群月花は、こうやってなんかやっぱタワー風に伸びていく。でもこれそんなにひどく徒長してるわけじゃないですね。うん。そう、群月花はね、元のやつを結局切って作った。あ、これ頭の方だったと思うんですけど、今こんな感じで、ポットの方は本当に、こう、群生してる感じです。葉挿しもすごい出て、ここら辺にいっぱい転がってるんですけど。増えますね、これね。うん。ですので、まあ、ちょっと、置いとこう。そうそう。あと、こっちのね、ちょっとスパム缶の長いやつの方は、全部ルビーネックレスを入れていたんで。でも。よいしょ。もうね、そうですね。ルビネは、強いので、あは、すごい。根も下の方まで行ってる。外でね、そのまま 夏の間落ちてしまったの放置してますけど、花壇でね。すごい大きく立派に育っていて。で、鉢でね、育ててるルビネは本当に今、ルビー色になっております。ルビーネックレス。全然ね、色が違うね。こっち緑だけど。ね。
全然色が違います。やっぱ日当たりですね、多分ね。おー、すごい、舞う。あ、これちょっと後でまとめて。また植えようか。これがメビナか。で、ヤマトヒメとヤマトニシキ。あ、どっちがどっちだったっけ？ そうそう。こっちのポットにいるやつはこんな感じで、お花が今上がってきてくれています。ね。かわいい。わ。このヒメシューレイがボロボロ落ちてくる。で、このね、エケベリアは、ダイソーさんの100均多肉で、名前がわかんないやつ、ただエケベリアって書いて売られてるやつです。うん、ここすごいな。なんか 画面の端で作業しちゃった。こっちは虹の玉。で、うさぎさん？黒とじ？これはね、持ってるやつをチョンパして、上の方を刺して、ってしたんですけど、すごい立派に育ってきました、くれました。真ん中にね、刺してたから、ちょっとここ長いですね。よし。あー、なんだかな。バラします。あれ？これメビラじゃないもん。ちょっと待って。意外とやっぱりね、何が何なのか分かんなくなっちゃいますね。よし。これでも本当に根がすごい回ってパンパンだった。はい。ちょっと一遍カメラ止めます。はい。ちょっとね、フレステラの下から根がボーボーで出ている。この三つ。他のもね、ちらっと出てるのあるんですけど、それはまあ待てるかなっていう感じで、この三つがひどかったので、これをちょっと外していきたいと思います。まずね、ゼニア。はい。これをね、ちょっと。お、土がカチカチでござる。わあ、今日すごい風が強いんで、ちょっと水切れてる感じ、シワシワだね。子がここから出てるかな。よいしょ。うん。すごい。すごい。根元からね、割と小株が吹いています。この根元の方の枯れ葉を。で、はい。で、ちょっとこれをね、もう一回、戻していきたいと思います。よいしょと。そんなに多肉はウォータースペースは必要がないということで、ちょっと少し持ち上げ気味にして、割とギリギリ目まで入れます。よし、いい感じ。なんかちょっとカメラが動いてしまった。よいしょ。こっち。はい。で、次が、ラズベリー×デレンベルギー。ちょっとね、小株があって、これね、この子、外して、一個外したんですが、これは何だろう？花？芽？こっちにもいるんだけど、小株？よくわからん。ちょっと、このような感じになっております。よいしょ。ちょっとね、余分なの切りました。このカメラ、水がかぶったり、ほこりがかぶったり、結構大変。壊れないことを祈ります。
ちょっと下の方から小株が出ているような、本当に葉っぱが結構しなしなになっていて、お水をしっかりあげたいなと思います。これが終わったらね。のね、間にこうやってやってると土が入っちゃうんだけど。いい感じ。で、札を戻ります。ラズベリー×ライン、じゃあ、ラズベリー×デレンベルギーです。で、次はね、この子。ラインベリー×ポルデンシスってやつですね。そんなにね、ボーボーしてないんだけど、ちょっとなんか小株とかがすごい横にあって、ちょっとどうかなと思いまして。これも、こんな感じになって。はい、ちょっと枯葉、取ります。これ、切っても大丈夫そうだね。これ切ろちょっとこの、横から生えてるので、ここ、チョキッと、こっちは、この、ここはどうだろうな。この部分も、茎があるから、茎のとこでちょっと切ります。あ、一枚外すか。よいしょ、切りました。なんかちょっと、長ひょろくなってるんで、でですが、まあちょっとこんな感じで植えます。私の部屋の窓辺は、まあ軒はあるんだけど、本当に浅い軒なので、雨風が強いとかかります。結構雨が。バッチリ。で、山ざらしにしてるんですけど、風はね、すごい吹く場所なので、なんかみんなシュワシュワしてる。はい。ラインベリー×ポルデンシスです。これ。ちょっと、葉を。ここちょっと下のところは取って、刺しとこう。この子も。ちょっと、葉刺しはどうなのかな。ちょっと置いとこうか。よし。こんな感じで。はい。ではね、この3つ。土の植え替え。土替え？鉢はそのままで土を変えてみました。ちょっとこの鉢に植わっていたルビーネックレスを開けたら根がすごいことになってました。すごいこれ。これをちょっと株分けしてまた新しい土に変えていきます。はい、本日は、3ヶ月前にね、5月に作った多肉の寄せ植えの解体と、あと、ちょっと根が出てるものとかね、いろんなちょっと多肉のお世話をしました。でね、今私が持ってる多肉っていうのは、ここら辺のこんな感じです。ざざっと。ほぼね、普及種ということになりますが、エケベリアが、トロピカルガーデンさんでね、ちょっとエケベリアセットっていうのを買ったので、一部そういうものたちがあります。でね、やっぱり買った時に比べて、一回りも二回りも大きくなりました。小株が出てきたり、いろいろとしておりまして、まあ、ダメにしたのももちろんありですね。はい。で、ここはまあ、ちょっと、ルビーネックレスとか、いろいろ、あと、葉刺しのものとか、ちょっとね、この3トレイぐらいですね、私が持っているやつは。
また、しばらくしたらね、寄せ植え一つぐらい、一つか二つちょっと作りたいななんて思ってます。あ、そうそう、ルビーネックレスは本当にもりもりとね、大きくなって元気になってくれて、こっちがね、もともといたやつで、このちょっと色が悪いやつは寄せ植えに使ってたやつです。でもね、また窓の外で育てたら、元気になってくれると思います。でね、このドルフィンネックレスがさ、難しい。ルビネは本当に簡単、ほっとけば増えるんだけど、ドルフィンネックレスは、ちょっとね、上手に育てられません。はい、もみじ祭りは、赤い。一番赤いね。はい、これから紅葉が楽しくなる季節です。ちょっとね、植え替えとかしてるものはそんなになるのかならないのかよくわかんないんですけど、ベローンと広がってるやつも閉まってきて、どんどん可愛くなっていくかなと思います。はい、本日の札幌園芸日記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。